いたんですけども、普段私たちお芝居もやってまして、お芝居込みのパフォーマンスとかもやらせていただいてますので、今からそちらの方を披露させていただきたいと思います。皆様よろしくお願いします。
ダークな内容でしたけどもね。はい、皆様がちょっと冬の呼吸かな。ではですね、私たち戦う女子ですね、これが最後の曲となります。ありがとうございます。でもですね、イベントはこれでまだまだ続きますので、最後まで皆さん盛り上がっていきましょう。戦う女子は、衣装も作って、盾もして、踊って、
お芝居をして舞台も作るっていろんなことをさせてもらってます。すごい、めっちゃかっこいい。ありがとうございます。今日のこの衣装も自前です。すごい、
待て待て待て。
ナロボティカで8周年記念ライブ無限の愛をということで、そういうところまで皆様ぜひぜひようこそお越しくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちネロボティカが一日ね盛り上げてみんなで楽しんでわーってして帰ってもらおうと思いますので、はい、最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。ミノロボチックス紹介します。内垣コットンです。2番あやめです。3番ユニカ。ケイちゃん。4番サギリ。5番ブラウン。6番ハルカ。7番フルカ。8番コメント。これで MC と皆さんで楽しい時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。それでは最後から次の曲に行きたいと思います。次の曲はユニカちゃんお願いします。皆さん待ちに待ったユニカ、ユニカですよ。Go!
の青い子呼びましょうか。あのシャツ読んであげて。
にかわいいカトルセちゃんの後は、6号機のメルサが歌います。みんな盛り上がっていきますよ。難しい曲を社長からリクエストされたのでそれを歌います。皆さんも知ってたら一緒に歌ってください。それではお願いします。
Thank you.
OK だよ。よし。じゃあ、ご覧にはまた後で。それでは次は、一番お姉ちゃんのコットンが頑張りたいと思います。きっとね、感想のところで、ピースして、イエイってするところがあるので、皆さんタイミングが分かりそうだったらやってね。知らない人も盛り上がれる曲だと思うので、聴いてください。青空のラブパーティー。チューチューヘイ
ください。それでは次は知らソネットです。はい、じゃあおいで。みんなぶつけるな今日。なんかな、このマイク軽いねん。いいマイク。いいマイク、いいマイク。はい。はい。それではソネット任せてもいいかな。はい。はい。それでは頑張ってください。はい。次はソネットです。ソネットです。はい。ではソネットはですね、ソネットの社長からのリクエストなんですけど、あのまあまあみんな知ってると思う。でこの曲でソネットのこと好きになってくれた人も多いと思いますので、コール&レスポンスできる曲なので一緒に歌ってくれたら嬉しいです。じゃあ、うん、はい、じゃあお願いします。Thank you.
ですね、まああの喧嘩してるようで仲のいい二人です。じゃあ呼びましょう。あやめお姉ちゃん、さぎりお姉ちゃん、新曲ブライト。
はい、実はこの曲ですね、私たちが作詞作曲させていただきます。作詞を、作詞を一からさせていただきまして、なんかね、うん、今までこうみんなへの思いとか、ね、いろいろ込めたつもりなので、またね CD になったらしっかりと歌詞も見て聞いていただけたらなと思います。お願いします。めっちゃ覗いてるわ、見られてるみんなおいでいいじゃん、みんなおいで、おいでおいで、なんかこう、ゆるんと出てくるみんな出てきた、みんな出てきたみんな出てきた、みんな出たで、出たで、出た、出た、出た、はい、お疲れ様です。やらばライブ前半戦でした。はい、イエイ、イエイ、ここでやらばのみんなからのお知らせです。はい、はい、まあ、皆さんは素敵な、アイドルロボットホットをされてるわけですが今後の予定といたしまして、随時行われてますのが日本橋クラブカフェでのイベントです。これからもたくさん、これからもイベントあるので、皆さんぜひ来てください。ぜひ来てください。
ニョロボティクス8周年おめでとうございます。私たちメイドールズもお招きいただきまして本当にありがとうございます。それではお待たせいたしました、メイドールズショー始めさせていただきます。いくよ葵ちゃん。了解モモ。メイドールズ出動。シュシュトリアンの思い立ったが吉日で聴かせていただきます。それではいざミュージックスタート。
しょうがないですね。ではダンスのお手伝いしてもらえますか。ああいいね。今度の私たちの歌、ネネバラゴの歌って言うんだけど、一緒に覚えて踊ってくれる？わかったじゃま。ではでは、ダンスの準備じゃま。会場のみんなも一緒に覚えるじゃま。ということで、改めまして、皆さん、こんにちは。こんにちは。ちょっと反転も遅かったけど大丈夫？大丈夫？もう一回言ってみるよ。皆さん、こんにちは。こんにちは。
ちょっとね、練馬区民になりたくないという空気を今感じてしまいました。うっそうだ、みんな恥ずかしがってるだけでしょ。明日になったらこの人たちはみんな練馬区民になってるんだよ。なんかじゃあやろうか。じゃあね、私たちが歌う練馬ラブの歌の振り付けをみんなにレクチャーしようと思います。私がですか？そうそう、ちゃんと説明してくださいね。大丈夫だよ。じゃあ私は、じゃあ皆さんに大変恐縮ではございますが、背中を向けさせていただきます。かわいい。だって、私と同じように動いてもらうということでよろしいですか？そうだね。それともまず最初にお手本を見せましょうか？そっちの方がいいね。そうですね。じゃあ、練馬ラブの歌、まだちょっとみんな知らないと思うから、一回ちょびっとだけ踊ってみせようと思います。じゃあ、葵ちゃん準備。改めて前を向かせていただきます。はい。それでは行ってみよう。ミュージックスタート。「ならならさびてんてんちが
感じだけど大丈夫かな。ミュージックスタート。
けどさ、この歌だと私たちってとんでもないのくれなしじゃない？ビンゴとかキャラがもらえないとか確かにろくでなしゃ。これもまた社長の鼻歌から作られました。これも私たちって社長の鼻歌に踊らされる運命なのね。それでも今日は皆さんと一緒でとても楽しかったです。もも、ちゃっちゃと次のお仕事です。
すが大阪の皆さん、とても人情味があって優しいなと思いました。まるあ、おいしそう。ごめん、あのさ、一つだけ、3だけ、何なの？うのどす。
うのどす次行こうほら聞かれるから。違う、覚えてないかい。はい、次次どうぞ。ビビるわ。